先日8月8日に新コインボスエビルプリーストが実装されましたが、皆さんすでに福引きを回したりエビルプリーストに挑戦してみたりされましたでしょうか。私も当日の夜に配信しながら福引きを回していまして、全部で4500回くらい福引きを回したんですけど、1等が当たったのがわずか3回ってですね、多分確率的に言うとかなり残念な結果となってしまいました。周りにはね、2000枚くらい使って1等が4、5回当たったよっていう方もいらっしゃって、まあ確率の偏りと言いますものはね、無慈悲なものだなぁとね、思わざるを得ません、ね。まあ私が一等をあまり引かなかったことで、まあ、その分ね、誰かの手に渡っているんだと、ね、考えてね、まあそういうところに、まあ、幸せを、まあ、見出しつつ、前を向いてね、生きていきたいものだなと思っております。まあそんな話は置いておきまして、今回福引きを回してちょっと感動したと言いますか、バージョン 6.1 からだったと思うんですが、福引きの演出をカットできるようになったんですね。これが非常に便利と言いますか、想像以上に福引きを回すのに時間を取られなくなりまして、すごく助かるなぁと感じました。まあ、私は、今までもね、バージョン5、バージョン 5.0 の、ドラゴンコインが実装されたくらいの頃から、新コインボスが登場した時は、配信しながらね、福引きを回していたんですけれども、まあ、だいたい100枚、100枚じゃない、1000枚分ぐらい回すのに、だいたい30分くらい。で、1時間回して2000枚分ぐらいって感じだったんですけども、まあ、いつも4000枚くらい回していたのでね、まあ、福引きを回すだけでも2時間かかるというね。で、まあ、その間ね、いろいろ雑談とかしておりまして、で、福引きをね、回し終える頃には、まあ、喉もガラガラになっていて、まあ、ぐったりしているみたいなね。子供多かったわけですが、今回ね、なんと、1時間くらいで4500枚、ね、4500枚を回したんですが、これ1時間かからずぐらいかな。で、回し終えました。今までの半分以下ぐらいの時間になってるんですね。で、それで、まあ、1時間くらいね、雑談しながら、福引き券を回し終えて、で、その後、遊びに来てくださっていた方たちと、エビルプリーズをね、練習札に行きまして、で、まあ、練習札戦って、まあ、割と、ね、勝てそうな感じだったので、まあ、コイン持ち寄りね、一周行きまして、ね。一周目は、破片しか出なかったので、また、別の方とね、組んで、もう一周したら、アクセサリーのね、現物が一つ出まして、で、二周分合わせると、破片もちょうど10個になっておりまして、で、まあ、早速、まあ、伝承と合成をしたと。で、合成で、まあ、会心と暴走時、魔物に、ダメージプラス10っていうのがついて、まあ、これが、まあ、理論値だと、いうことで、まあ、福引きではね、あまり一等が出なくて、残念ではあったんですが、まあ、トータルで見ると、まあ、結構いい結果に終わったんじゃないかな、というところですね。で、まあ、今回のアクセサリー、こちらですが、これ、ね、会心暴走時、会心と暴走時、ダメージプラス10。ね、これがつきました。
合成1回。で、まあ、今回のアクセサリーなんですけども、合成効果が、会心と暴走時、魔物にダメージプラスっていうのしかつかないということで、まあ、このアクセサリー、いるのいらないのみたいな話も出ているわけですけれども、まあ、単純に、この、どれだ基礎のステータス、これが高いんですよね。うん。で、まあ、攻撃力と、HP、まあ、これ、連勝してるんですが、もともと19ですね。攻撃力5、HP19。で、強さ25。で、攻撃魔力プラス5ということで、うん、まあ、特に HP19 っていうのが大きいかな。うん、っていうので、まあ、普通に非常に優秀なアクセサリーだと思います。ね、まあ、何も伝承合成しない状態でも、ガナン帝国の勲章ですね。これの1個前のやつ。の HP 理論値と同じステータスになっていると。いうことなので、まだ、ガナン帝国の勲章ね、完成しない人も、とりあえずこの邪神、邪教司祭の勲章ね、1個持っていると、装備しておくといいよっていう感じのものですね。で、ガナン帝国の勲章の HP 理論値ですね、が完成している人は、この、伝承することで、単純に HP が5上昇します。ね、もともと19だったのが24になるという感じです。で、ガナン帝国と比べたときに、器用さも、これ、ガナン帝国が20だったと思いますが、器用さも5上がるということで。基礎的なステータスが強い。そういうアクセサリーになってます。で、まあ、合成効果の方が、会心と暴走時、魔物にダメージ、プラス10。っていうのが、最大値。このプラス10が最大値。ということで、まあ、完成しても、最大、プラス30になる。これが3つついても30になるだけなので、まあ、そこまで急いで作らないといけないのかと。いうと、そんなこともなさそうなんですが、まあ、例えば、ルベランギスだと、まあ、最近はね、片手剣のバトルマスターとか、槍の武闘家とかが主流になっているため、まあ、会心の地域でね、ダメージを稼ぐことになりますし、で、まあ、羅刹王バラシュナーとかでも、超暴走魔法陣を敷いた状態で、魔法使いがメラゾーマを連打するという感じの戦法を取るので、まあ、完成させたら完成させたで、強敵等のバトルにおいて、まあ、結構有効な効果なんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、基礎効果ですでにプラス50っていうのが、ね、プラス50がすでに基礎効果としてついてますので、まあ、うん。まあ、これだけでも十分強いんで、やっぱり合成はそんなに急がなくてもいいのかもしれませんが、うん。まあまあ、あるに越したことはないという感じですかね。で、伝承効果の方なんですが、まあ、ガナン帝国とか、忠義の勲章かな？そうですね。ガナン帝国とか、忠義の勲章は、まあ、ガナン帝国の方で、会心暴走率と暴走ダメージと HP と、まあ、3つあるわけですが、まあ、会心特化を目指す人にとっては、まあ、複数ね、いくつか作っておく、といいのかもしれないですが、まあ、ほとんどの人にとっては、HP 伝承が一番使いやすいですし、まあ、とりあえずこれ一つあれば、ね、HP3 っていうのと、忠義の勲章の HP3 っていうのと、ガナン帝国の勲章の HP2 っていうのを連勝すれば、まあ、これ一つで十分じゃないかな、という気がします。
で、まあ、ボスの、エビルプリストに関しては、練習札2回とね、本番2回で、合計4回戦ったんですけど、まあ、4回戦って、まあ、正直、よくわからなかったです。うん。ね、強い方が一緒に行ってくださってたんで、まあ、こうするといいよって言われたのをそのままやってただけで、あんまり攻略法とかがよくわからなかったんですが、まあ、基本的な戦い方としては、前衛アタッカー2人に、天地雷鳴士2人と、賢者っていう感じの構成で、まあ、やるみたいで、ね、まあ、その構成でやってたんですけども、まあ、呪文攻撃がね、激しいので、天地雷鳴士がマジックバリアを使って、で、賢者はヒーラーですね、をやりつつ、あと、エビルプリーストが、なんか呪文ダメージ強化みたいな、バフを使ってくるので、まあ、その強化を、霊の洗礼で剥がすみたいな、そんな役割ですね。で、必要な耐性は呪いと転びかな。で、あと、呪文攻撃が多いので、なるべく呪文耐性をつけておくと。で、まあ、特にドルム系ですね。ドルム系の呪文が多いので、まあ、呪文耐性に加えて闇耐性もあるといいかも、みたいな感じですね。だから、ダークタルトとか、氷腕の時飾りとか、があるといいよ、みたいな。で、まあ、4回戦って、まあ、結構危ない場面もあったんですが、まあ、結局4回とも全滅せずにね、勝てましたので、まあ、割といい難易度のボスになってるのかな、というふうに感じました。まあ、弱すぎず、強すぎず、みたいな。とりあえず、現物一つを持っておくと、ね、現物一つ持っておいて、HP を大丈夫すれば、それで十分強いっていう感じのアクセサリーになっておりますので、まだね、挑戦されてない方も、一度ね、やってみるといいかもしれません。まあ、コインがね、あんまり当たらなかったと、ね、例えばコインが1枚しか当たらなかったというような方も、合成スーツともね、現物一つ持っておくのが重要って感じなので、まあ、例えば先日、プメリリさんからね、ショップポイント1000ポイントもらいましたけれども、まあ、そのショップポイントがまだ余っているのであれば、クローバーの鍵を使ってしまうのもありなんじゃないかなというふうに思います。ね、とりあえず、最初の1個を持っておくことが重要なアクセサリーという感じですね。私は3つね、3枚当たったうちの2枚をね、使ってしまったので、まあ、あとはおいおい、まあ、天の日のプーちゃんのくれるカードとか、まあ、そういうところでね、拾った時に、まあ、コツコツ合成を進めていけばいいかな、というふうに思っております。というところで、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。